あんたたちには感謝しかないよ。これでまた音楽ができるね。ん？ああ、あたいは見ての通り音楽をやってんのさ。いい音だろ。今度ゆっくり聞かせてあげるよ。いろいろやったんだけど、今は音楽一本かな。あたいは多趣味でね。ん？今度？あんたについていけばいつでも聞いてもらえるだろ。だってあんたが上司様だろ。あたいがお仕えすべき相手。ああ、やっぱり上司様か。もしかしてと思ったけど、なんかビビッときたんだよね。芸術家としてのあたいの勘なのか、モンスター娘としての勘なのかは分かんないけど、上司様さえよかったらあたいも連れて行ってよ。何かの役には立つと思うし。まあ本当はあたいがついていきたいだけなんだけどね。上司様たちについていけばいいインスピレーションを得られそうなんだ。そういうことでこれからよろしく。どんどんあたいに頼ってくれていいよ。上司様にあたいの真の力を貸そうと思う。あんたへの感謝を形にしたくてね。何がいいか考えたんだが、あたいにできることっていうとね、上司様たちのこれからを考えるとこっちの方がいいだろう。上司様のために一肌脱がせてくれ。よかった、断られたらどうしようかと思ってたよ。ほら、あたいあんまり女らしくないだろ。だから上司様も喜ばないかなって。上司様がこういう女がタイプってんなら嬉しいんだけどね。じゃあ始めようか。こんなこと任せられるのは上司様しかいないんだから、しっかり頼むよ。上司様、あんたにあたいの魂を捧げるよ。の力きちんと使わないと怒るからね。おお、上司様いらっしゃい。なあ、最初に聞いておくべきだったんだが、この部屋って防音になってるわけないよな。何って見りゃわかるだろ。音楽だよ、音楽。何をするつもりだと思ってたんだよ。お盛んなのは結構だけど、ほどほどにね。上司様と旅をしていろいろ刺激されてさ、今すごくいい曲が作れそうなんだよ。あんたのこと考えると溢れてくるんだよね、心の奥から。いろんなもんがさ、あったかくて柔らかくてちょっとくすぐったい感じ。あたいの中にこんな音があるんだなって自分で驚いてるよ。今のなし、聞かなかったことにしてくれ。とにかく思いっきり練習したいんだよ。ほら、あたいがジャカジャカやっちまうと周りに迷惑だろ。でもあたいはジャンジャカやりたいんで。あ、フラストレーションがたまる。いや、部屋ではインスピレーションを得る方向でっていうのもあり。ちょうど上司様と二人っきりだし、この部屋の防音具合試してみるかい。ああ、このいろんなものが溢れてくる感じ。よっ、上司様、あたいに子守歌でも歌ってもらいに来たのかい？ん？上司様って安らぎとかを求めてんのかなって。あんたいろいろ大変だしさ、あんたって内側に溜め込むタイプに見えるからちょっと心配なんだよね。小さいことは愚痴るかもしれないけど、本当にきつい時は自分でどうにかしようとして誰にも頼らないんじゃないかって思ってさ。もうダメだってなる前に
適度に発散しなよ。あの人たちには及ばないかもしれないけど、あたいたちモンスター娘も上司様の助けになりたいって思ってるんだからね。上司様が頼ってくれたら絶対に力になるよ。上司様の周りには上司様の力になりたいって思ってる奴がたくさんいるってこと覚えといて。試しにあたいの伴奏でシャウトしてみるかい。きっとすっきりするよ。あたいの音楽は子守歌には向いてないが、こういう時に最適だからね。まあここじゃ無理だから、今度どこかで。ん？らしくない？あたいが素直に心配するのはおかしいって？まあ自分でもらしくないこと言ってるのは分かってるよ。でも惚れた男の心配をするのは当然だろ。それが魂捧げた相手ならなおさらさ。あんたとずっと一緒にいたいんだ。また来てくれるよね。